ロイド・ミラード・ベン・セン・ジュニアはアメリカ合衆国の政治家。ビル・クリントン政権で第69内財務長官を務めた。連邦下院議員、連邦上院議員、上院では上下両院合同の経済問題委員会の委員長、金融委員長を歴任した。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙での民主党の副大統領候補であった。 1921年2月11日にテキサス州ミッションに誕生する。祖父母はデンマークからの移民であった、長老派協会である。幼少時はボーイスカウトイーグルスカウト賞を受賞している。1942年にテキサス大学法律学校を卒業し、同年から1945年までアメリカ陸軍航空隊で軍部に就く。ブラジルでの短期勤務後に、 パイロットとなり、1944年前半に第449爆撃隊に所属、B-24 に登場して、イタリア南部へ出撃している。23歳で少佐に昇進し、600名の部隊を指揮した。1年と半年にわたる、従軍の中で彼は35の危険なミッションを遂行した。それらは困難で、基地から遠く離れておりなおかつ高度に防衛された。 拠点をターゲットにしたものであった。その中には、ドイツの戦略上重要であった、ルーマニアのプロエスティユゲンが含まれている。第449爆撃隊が属していた第15、空軍は大陸における、ドイツの陸上部隊の燃料の半分以上をまかなう、この地域の石油関連施設を破壊する目的で、創設されたためである。また彼の部隊は、 ドイツ、イタリア、オーストリア、チェコスロバキア、ハンガリー王国、ルーマニア、ブルガリア王国にある通信基地、航空機製造工場、産業拠点などを爆撃した。また連合国軍のアンツェヨ上陸作戦や南フランス上陸作戦を援護するために数多くの爆撃を行った。アメリカ陸軍航空隊に所属していた時期に彼は全ヨーロッパで行われたおよそ200の爆撃作戦に参加した。 ベンツェンは空軍主君十字章を授けられた。これは当時の陸軍航空隊にあって結出した行動、功績を残したパイロットに与えられる最高の栄誉の一つである。これに加えて航空勲章を授けられている。退役を目前にして大佐に昇進した。戦後のベンツェンは故郷のリオグランデア地方へ戻った。1946年にはヒダルゴ軍の判事に就任。 ただしこの職務は裁判官というよりは、軍政委員会の長であり、行政官に近いものであった。1948年には、会員議員選挙に立候補し、連邦会員議員を3期6年務めた。1954年の選挙では立候補せず、ビジネス界に入ることになる。16年間にわたってベンツェンは、ヒューストンで金融業界に深く関わった。 1970年まで投資信託企業であるリンカーン・コンソリデーティットの社長を務めた。1970年に現職のラルフ・ヤー・ボロー上院議員に挑戦し、民主党予備選挙に立候補する。比較的保守派であると思われていたベンツェンがリベラル派で、知られたやー、ボローの対立候補として民主党内の保守派、恩恵派に担がれた格好となった。 これに先立ち、彼はすべての経営者としてのポストを辞任することとなる。予備選挙で勝利したベンツェンは、本選挙で共和党候補のジョージ HW ブッシュ、元会議員と争った。彼は、巧みなメディア戦略とコミュニケーション能力で、相手より信頼がおけまたない人物だという権者に、思わせることに成功した。一方、ブッシュは、こうした戦略や技術の面で劣っていた。 この結果ベンツェンは勝利を収めることができた。1976年、1982年、1988年とベンツェンは大差で再選された。1988年には民主党の副大統領候補に指名されたが上院議員選挙にも立候補して両方での当選を目指した。これは1960年にリンドン・ジョンソン上院議員が副大統領候補に 指名された際に上院議員としても再選を目指した先例に習ったものである。上院議員としてベンツェンは中道のスタンスを取った。女性の権利を支持し、人工妊娠中絶や男女平等憲法修正条項に賛成した。またベトナム戦争については終始これを支持した。経済政策の分野ではビジネス界の利益を擁護し、リベラル派から見れば大企業側に立った。 上院金融委員会で大いに活躍し、同委員会を代表する大物議員であると言えた。最終的には委員長も経験した。さらに、通商政策ではアメリカの経常赤字、貿易赤字に対して敏感であり、1980年代の議会で対日強硬派の一翼を担った。1975年から1976年に、 かけては1976年、アメリカ合衆国大統領選挙の民主党予備選挙に向けて、指名獲得のために奔走した。このキャンペーンは、有力候補の一人である、ヘンリー・ m ジャクソン上院議員の評伝を、財界、金融界において侵食した。しかし全国的な候補者としては脱落し、党大会では地元である、テキサス州の支持を得たものの、 ジョージア州のジミー・カーター前州知事に敗れた。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙でベンツェンは民主党の副大統領候補に指名された。大統領候補が北東部出身のリベラル派である、マサチューセッツ州のマイケル・デュカキス州知事であったために、南部出身で中道派のベンツェンがバランスを取るために選ばれたのである。また、 多数の選挙人を抱えるテキサス州での勝利を確実にする狙いもあった。しかしながら、このもくろみは見事に外れた。多くの人々は、ベンツェンを副大統領候補に選んだことが、デュカキスの敗因の一つであると考えている。これは、ベンツェンの方が、デュカキスよりも、はるかに政治家としてのキャリアがあり、経験を積んでいたからである。ベンツェンの方がより大統領候補らしいという強烈な、 印象を与え、大統領候補であるはずのデュカキスをかすませてしまったのである。ウェストバージニア州の選挙人の一人はデュカキスに投票するはずのところをベンツェンに投票した。共和党の副大統領候補であるダンクエール、上院議員との副大統領候補討論会はテレビで放映され、その中の以下のやりとりは有名となった。クエール、 ジャック・ケネリが大統領を目指したとき、彼が議員として積んだ経験とほぼ同等の経験を、私は議会の中で積んでいる。ベンチェン、上院議員、私はジャック・ケネリの同僚だった。ジャック・ケネリを知っている。ジャック・ケネリは私の友人だったのだ。上院議員、あなたは断じてジャック・ケネリではない。これは当時41歳のクエールはまだ若く、 経験不足だと指摘されていた。その批判を交わすため、やはりは各経験の浅かったケネディを引き合いに出したのだが、ベンツェンはこれを見事に交わしたのだった。選挙の結果は、ブッシュクエール陣営の地滑り的勝利に終わった。他方でベンツェンは地元であるテキサス州での勝利をデュカキス陣営にもたらすことはできなかった。これはクエールの地元であるインディアナ州で、 ジョージ・ H.W. ブッシュ陣営が大差で勝利したのとは対照的であった。1993年1月20日にベンツェンは連邦上院議員を辞職し、ビル・クリントン政権にて第69内財務長官に就任したが、ベンツェンの指名は後に民主党から非難されることになる。なぜなら結果として民主党の議席を共和党の啓発ソン前下院議員に明け渡すこととなったからだ。 ベンツェンは1994年12月22日に財務長官を辞任したため、その任期は結果として短いものに終わった。したがって財務長官として際立った功績を挙げたわけではない。しかしビル・クリントン政権として最初の予算案を審議が難航する中で議会で成立させるのに最大限の努力を払った。日本との関係では円高誘導発言をしたことで知られる。 この発言はその後急激な円高、ドル安を招いた原因の一つとされる。1998年に発作に襲われ、以後は車椅子生活を余儀なくされる。しかしその後も1999年には文民としての最高の栄誉である大統領自由勲章を受賞し、2004年にはホワイトハウスにおけるクリントン夫妻の肖像画の除幕に参加するなど、 公式の場に姿を見せた。2006年にテキサス州ヒューストンの自宅で死去した。85歳であった。国道59号線のうち、週刊高速道路35号と、週刊高速道路45号の間の270マイルは、ロイド・ベンツェン上院議員ハイウェイと公式に名付けられた。おのけベンツェンジュニアは、 テキサス州二十国選出の連邦会議員を1995年から2003年まで務め、2002年には民主党の上院議員候補となった。孫のロイド・ベンツェン4世は2004年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ジョン・ホーブズ・ケリー上院議員のスタッフを務めた。ありがとうございます。